皆さんこんにちは、神谷絵里です。今日も関真理子物語スタートいたしました。お呼びします、真理ちゃんです。はい、こんにちは、こんにちは、関真理子でございます。はい、毎度ありがとうございます。はい、あの前回もね、とっても懐かしいと言いますか古めかしいお話を、はい、なんかやっぱりムームーだったり、そのハワイアンにまつわるあのグッズなどの入手が困難だったっていうね、そんな香港フラワーね、そうですねそんな話あのお聞きいたしましたけれども、でもなんかこういろいろこう何でしょう、こう時代によってその旅のあり方だったりとかっていうのは変わってはきましたけれども、でもいまだに私の世代の、ミュージシャンたちは全国をこうツアーするわけなんですよ。はい、でなんかこう、まあ、ちょっと違うなって思うのは、一箇所で長く演奏するってことが我々はないんですよね。要するに箱で入るって我々言ったんですけど、そうですね、箱の仕事がなくなったんですね。ないですよね。ということはそういうふうにあのハウスバンドとして雇って1ヶ月なら1ヶ月営業できるような形態のお店がなくなったということです。そうですね。その代わりカラオケが台頭してきたんです。そうですね。でやっぱり今もあの昔ってホテルってバンドが入って演奏するなんていうことがありまして、私も結構な数やらせていただいたんですけれども、今やもうピアノのソロだったりとか、まあ、入ってもピアノとサックスとかですね、はい、まあ、そんな感じにこうなってきて、まあ、やっぱりだいぶ縮小されていったといいますか、ねえ、うん、不景気なの？そうじゃなくてどうなんですかね。ちょっと景気自体なのか、その考え方といいますか、そういうところになんか別になんかお金使わなくてもいいんじゃないみたいなことだったり、フルバンドが勢ぞろいして演奏してるところがなくなったでしょ。ないですね。ないでしょ、はい、昔は結構あったんですよね。要するにダンスホールがあの盛んだった時代だったかもしれないけど、あのナイトクラブとかそういうところも結構あって、そこで箱に入ってるバンドがありまして、はい、スマイル大原さんなんて踊りながら指揮する指揮者がいたりとか、いろいろ名物指揮者がいるフルバンドっていうのがあって、ね、面白かったでしょうね、うん、それであのそこに専属のシンガーがいてっていう感じで、はい、今そういうのを見かけませんものね。ないですね。寂しいですね、うん、で全体的にその例えば歌番組とかっていうものもない。なんか歌番組あったとしてもフルバンドでみたいなことってまずないですし。ないですね、はい、そうですね、うん、だからなんか今そういう大所帯のこう生のバンドで演奏するって言ったらのど自慢ぐらいなんじゃないですかね。いや、のど自慢だってそんな大勢いませんよ、まあ、大勢はいないですけど、ギターの人と、まあ、そもそも生バンドで演奏するってことがないじゃないですか、だいたいオケを、ね、ね、バックトラックでみたいな、まあ、何人か 4,5 人で生バンドで演奏してるのは、はい、あの、のど自慢かもしれませんね。そうですね。なんかだからなんかそういうのがこうだんだんこう減少されて、だから私の時代ででもね、あのすでにあったことなんですけど、あのなんかちょっと東京じゃないところで例えばフェスみたいなものがあっていくと、あのプロの、まあ、フルバンドの方々よりも現地の有志の社会人バンドだったりとか、はいはいはい、学校の生徒さんのフルバンドの方が全然いい音してたっていうことがあって、要はリハーサルの回数の差みたいなんですよね。やっぱりなかなかプロになって仕事もあんまりないのに、仕事がないのにね、うん、ちょっとリハーサルっていうのもだんだん厳しくなってきたのか、もう全然なんかこう出てくる音のなんかこう迫力というか、そういうものが本当はね、ココがプロなのでココは絶対にうまいはずなのに、こう全体で聞くと、あ、もう全然地元の社会人ビッグバンドの方がいい音してるなみたいなことは正直感じたことはありましたね。あとそれとね、うん、あの昔あのベニー・グッドマンの楽団とかね、はい、あのグレン・ミラーとか、はいはい、いろいろあのビッグバンド、向こうのビッグバンド の、ね、あのレコードが日本にも入ってきて、はい、で結構なんていう の、 あのエドムンド・ロスっていうあのラテンバンドの譜面なんかを、はいはい、ノンチェクバーナがその譜面をコピー譜面を使って同じ音で演奏してたりした時代があったんですけど、今向こうでもなんかそういうスタンゲッツとかさ、そういうの
昔のね、今そういうフルバンドってあるのかしら、アメリカって。聞いたことないんだけど。なくはないですけど。入ってこないわね。うん、なくはないですけど。CD とかそういうね、なんかちょっと日本に公演に来るっていうことがなかなか難しいんじゃないですか。だからこの間のね、あのほら、あのすごいすごいお値段のあのバイオリンが連なるなんか。あれはあのクラシックですけれども、ね、はいはいはい、あのでもあれはね。すごかったですね。あのストラディバリウスというね、楽器そのものがもう数えるほどしか残ってなくて、はい、それ7丁揃えて、はい、それプラスあのビオラが2丁、チェロが2丁で、1人あのチェンバロが入って、全員13人が全部あのベルリンフィルのピックアップメンバーでやってきたんですけど、ああいうことってでも結構定期的にやってたみたいなんですけど、ただなんかやっぱりそこまで来ると、その例えばなんかこう国を挙げてこう文化のなんかみたい な, なんかそういうちょっとバックアップがないと、そう、だから難しいんだと思うんですよ ね, ね、そのアメリカのビッグバンドをこう呼んでみたいな。でも少し前まではあのグレンミラー楽団っていう名前だけ継承したあのなんていうグレンミラーはいないけれど、その残りの人たちがグレンミラーの譜面を使ってたんだと思うんですけれども、うん、やってましたね、あの日本にも来てましたよね、うん、ブルーノートとかで見ましたもんね、うん、そういうとか、うん、あとねあの面白いのはあのテケテケでのバンド、何でしたっけ、向こうの何ですかね、あのバンドが結構あの日本にやってきちゃう、ベンチャーズかな、ベンチャーズ、ベンチャーズ、はい、それでうちお父さんが言ってたんだけど、日本でしか彼らは稼げなくなったんだなって向こうで稼げないから日本に来たのかなって言ってます。ベンチャーズのみならずですね、日本はやっぱりあの稼げるんですよ、正直言って、ね、うん、ディグリーズ、スリーディグリーズも来たもんね。あれですよ、なんかあの先日あのロスに住んでいるあのピアニストの方が、まあ、来日されて、それであのその時にお話ししてましたけども、もうロスにあのその演奏する場がもう本当になくなっちゃったって言って、まあ、コロナの影響っていうのもあって、もう本当にやるところがないんだよねって言って、まあ、東京はすごいねたくさんまであってみたいなことをねおっしゃっていて、なんかちょっと今外にね宅急便のトラックが止まって、ちょっと一瞬お待ちいただいてもよろしいですか。はい、はい、あ大変失礼いたしました、あの宅急便が去りました、はいはい、すみません。そうそう、でまあ、あのだからまだまだね東京っていうのはそういうあの演奏する場所がたくさんあるので、ね、あのそしてやっぱりそのなんか昔からそのショーに対してお金をこう払うじゃないですか、ね、うん、でこう日本で来ると、まあ、もちろ ん, なんかそのエアチケット代とかもいろいろあるので、海外からのアーティストの公演が高いのは仕方がないにしても、なんかそこまで払ってでもちゃんとその音楽を聴きに来るっていう人たちがまだいる、いるわ、ね、やっぱり1万5千円とか、ね、うん、そのぐらい払ってもこの音楽を聴こうっていう。でなんかアメリカに帰ると、ね、50ドルぐらい、高くても50ドルとかもう30ドルとか、もうそんなような感じで値段の桁が違うわね。そうですね、だからなんかそのなんかなんでしょうね、こう気軽にもちろんあの聞けるっていう部分もあるのかもしれないし、うん、そこまでお金を払ってでもなんか聞きたいっていう風にね思う人たちがこう日本にはまだまだいるの で, で昔懐かしいそのテンプスタッフじゃない、なんだっけ、テンプテーションズとかスリーディグリーズとか、そういうところのベンチャーズだったりとか、なんかその日本を、ね、でねでも一世を風靡した、そういうバンド、あの時 の, あのサウンドをもう一度って思って、あの高いお金を払って聞きに来るお客様が ね根強くいるから、日本のツアーっていうのはねすごく海外のアーティストに人気なんです。東京だけじゃなくてね、そうですね、日本全国回られるでしょ、そういう方たち、ね、この間のウクレレのジュニアさんなんかも、うん、随分は北から南から回ってらしてね、北海道まで行かれてましたもんね。そうなの、だから私そういうのを考えると日本人でなかなか捨てたもんじゃないな、やっぱりそういう音楽にね親しみ持ってチケット買っていく人がいるんだなと思って、ね、私嬉しくなっちゃうのね、うん、そういう、それは本当にそう思いますね、うん、なのでなんかこう、まあ、日本のそのエンターテインメントっていう部分では、まあ、
コロナを経てもですね、あのまだまだこう、ね、活気があるところには戻ってきたかなという、 そうですね、うん、そんな感じで、まあ、残念ながら潰れてしまったお店っていうのもねあるんですけど ね、そうですね。でもこれはもう本当に世界規模であの起きてることみたいですね。でもまあこうやって生で演奏する機会があって場所もあってっていうところに本当に感謝しながら、ねね、ショーをやらせていただける、ね、まあ、何より健康で、うん、そこはもう本当にありがたいことだなって毎回思いますね、ステージ立つに連れて、はい、いや、うん、私それでね、昔は結構なんか横浜とかね、なんとか男爵伯爵じゃなくてなんかそんな名前 ありましたね、酔いどれ伯爵ってまだあるんですよ。あるんですか、はい、ああいうところとかね、いろんなところ、あなたがあのまだ駆け出しの頃のシンガーだった頃にそういうところに歌って、それでお父さんと二人夜中車で迎えに行ったりなんかしたのをなんか時々思い出して、 あの時代あったんだけど今はそういうのないのかな、今をあります、あります、配信ライブとやではやっちゃうのかなとか思って。いや、ありますよ、あるの、うん、そうなの、そうですね、だまだ残ってる少ないお店の一つだと思いますね、うん、たださ、あのそんなに広くなくてね、それこそピアノの人が一人ぐらいしか入ってないようなところであなたが歌ってっていうのもあったじゃないですか。ありました、ありました、はい、小さいお店でね、はい、ありましたね、ああいうのも今もある、いや、ないでしょ、ないっていうか、まあ移り変わってそういう形態のお店はまだあると思うんですけど、私があの出演させていただいていたようなお店はもう一軒もないですね。もうそれどころかジャズシンガーの方がもう全然変わっちゃいましたもんね。あ、そうなの。当時やっていた方でまだ今でもやってらっしゃるの伊藤きみ子さんとか、あとチャリートさんとか。ご健在ですか、はいはい、伊藤さんは。お元気です、はい、後藤さんと一緒に、ね、ツアー回られたりとかもしてますし、ペコさんはねまだやってらっしゃいますけれども、はい、なかなかこう、ね、まあ、特にジャズシンガーって、まあ、女性も多いですし、女性がやっぱり結婚されて、ね、出産でこうまたそういう音楽から離れてっていう方も多分多いと思いますので、まあ、致し方ないのかなとは思いますけれども、やっぱりあの当時こうスケジュールでね、よく他の日に出演されてる方の名前とか見ましたけれども、まあ、だいぶ顔ぶれが変わりましたね。そうですか。でもそういった意味ではなんか私はちょっとハワイアンの世界のことはわからないですけれども、うん、こうなんかハワイアンはフラを中心にこうなんかどんどん発展してるような感じがしますけど、どうなんですかね。ハワイアンはあのフラの方があの引き続きずっと日本であの盛んにしてくれたのはとっても嬉しいんですけど、はい、例えばケアリー・レイシェルとかっていうあの向こうのアーティストがあのギター一丁で歌って演奏するっていうスタイルがもう主流になっちゃってますでしょ、はい、そうするとね、あのバンドがあまり発展しなくなったっていうと変ですけれど、まあ、あのいらっしゃるのよ、ハワイにもスティールギターの人とか、お子供さんでスティールギター弾く人とかっていることはいるんですけど、どういう活動の場所があるか私も最近ちょっとハワイに出入りしてないんでわからないんですけれどもね、あのとにかくそのスラッキーギター主流っていうのは、スラッキーって昔からあったんですけれど、昔からあったんだけど、はい、スティールギターが主流だった時代がだん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 遠のいていってスラッキー主流になっちゃって、だからの、うん、パヒヌイさんなんかもそうでしょ、はい、だからケアリー・レイシェルさんの曲なんていうのも本当に素晴らしい曲なんだけど、私それだけっていうのもちょっと寂しいなっていうふうに思っちゃうんですけど、そういうのがあるからフラの人は何にも不自由なく向こうの音源を使って踊れるわけよ。そうですね、うん、で生バンドで踊るっていうのはあんまり日本のフラの方はおやりにならなくて、ある時生バンドで伴奏して あれしたらいつも聴いてるレコードのバンプと違う出だしだったもん でそこでそびれちゃったとかって言って、そうですね、白石誠さんが怒り狂ってあいつらは何なんだって怒ってたことがあったけど、やっぱりね日本ってそういうとこがちょっとやっぱり偏ってるっていうか、音楽を教えないのよ。あ、そうかもしれないですね。1等2等でね、あのフラのステップを教えて、あのただなんか機械的にその音楽をバックに流しながら踊ってるっていう時代が結構あったもんです。今は分かりませんけれど、昔はそういう時代があったもんですから、それでもってあの
生バンドと一緒にやると合わなくなっちゃった、うん、なかなかちょっと難しい話にはなってまいりましたけども今日ちょっともうお時間がここまで迫ってしまいましたので、はいはい、また続き、はい、次に、はいはい、お伺いしたいと思います、はい、バイバイ最後まで、お聞きいただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。